けんちゃんの食卓。よいしょ。今日も生活に役立つ裏技をお届けしたいと思います。やしこさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回も裏技ディレクターアメさんにサポートしてもらいます。はい、よろしくお願いします。やったー。さあ、やすこちゃん、いきなりですね、はい、こちらのビール、うん、見てください。ほう、注いで時間が経つとこうやって泡がなくなっちゃいますよね。なくなります。この気が抜けたビールに、うん、こうやって割り箸をこうやって入れると、うんうんうん、弱い、復活してる。そうなんですよ。弱い、復活してる。割り箸入れるだけ。これはもうビールの中に溶けちゃってる炭酸ガスが割り箸に刺激されて気体が復活するわけです。へ、はい、溶けてるから消えるんだ。そういうこと。もう一回やったら同じようにまたなるの。なります。はい、おお、面白い。あ、ちょうどいい。あ、これほらサーバーで入れてみたいな感じ。いい、上手。はい、ということで今回のキーワードは復活です。おお、はい、本当に復活するのか裏技検証スペシャル。さあ、何かを復活させることができると言われる裏技を実際に試していきたいと思います。その効果を検証したいと思います。はい、まず最初は毛先が広がってしまった歯ブラシを一瞬で復活させる裏技があるらしいです。おお、助かりますね。はい、ここに毛先に広がった歯ブラシがあります。ちゃんとだ、すごい広がってる。なすこちゃんもこんな経験ありますか。あります。ここまで広がるまで使ったことあります。広がりすぎじゃない。なんか、はい、作ったのかもしれないけどあんま触りたくないです。はい、ね、ちょっとあのあはい、この歯ブラシを一瞬で新品のように復活させることができるらしいので、うん、やってみましょう。今回は実はケンちゃんもどういう裏技か知りませんね。はい、知りません。そうです。だから2人でどうやったらこれが復活するかちょっと考えてみましょう。まあこんなのは大体お熱加えるでしょ。おお、すごい。これに熱が加わると元に戻るんじゃないかという、うんうんうん、裏技を長年やってきたケンちゃんならではの予測ですね。ありそう。熱、うん、熱っていうところがすごいです ね。自分も手で押さえる、うわこうやってずっと持っておくとか。ではこの裏技には実はこういうものを使います。じゃーん。おー、これ熱じゃない。熱湯ポット。ケンちゃん正解でございます。この歯ブラシに熱湯をかけると復活するらしい。はい、実際にやってみたいと思います。信じられないな、これ。こちらにさまざまな歯ブラシを用意したので、それでどうなるか検証してみましょう。はい、ここに直接お湯をこうかけるっていう感じですね。あ、歯ブラシに。はい。え、そういうことか。つけるんじゃなくて。そうです、そうです。つけるんじゃなくてかける。じゃあ、みゆきさん、自分押すんでやってください。じゃあ、どれか見て。じゃあこれいこう。終わりました。はい、まずこのよく見かけるギザギザタイプの歯ブラシですね。はい、本当に一瞬で復活するでしょうか。いきます。おお、治った。治ってる、すごい。治った、治った、治ったよ。ほんとだ。ほら、これと比べたら、ほら、すごい。本当にね、熱湯をかけた途端に元の形に復活したね。うん、一瞬で、すごい。今度はどういうやつですか。こう、わー、ケバケバだ。今度は毛が極細のタイプね。はい、結構広がってるね。はい、じゃあかけてみます。すごい。おお、戻ってきてる。ちょっとかけただけでもうすぐ戻るんだ。すごい、戻った。おお、すごい。復活する。ほら、いいね。すげえ。次はですね、馬の毛、馬の毛歯ブラシなんか使ったことない。ちょっと硬め。硬いよ。硬め。たわしみたいに使われてる。お、早いやつ。おお、いいですね。治ったね。おお、キュッてなった。すごくない？ほら、どんな毛でもいけるんだ。ほら、しかも早いですね、割と一瞬で。さあ、続いてスタンダードタイプ。スタンダードタイプ、はい。おお、よく見かける。見かけますね。随分広がってます。いきます。ほい。あー、もういったわ。早っ早っ、一瞬で。すごいね。いいね。見やすい。え、全勝じゃん。どんな歯ブラシも今のところ全部成功してる。山形タイプ。はい。お、これは形も特殊だけど結構毛が密集してるね。本当だ。いきます。はい。さあ、どうでしょう。お、これはでもちょっと、お、ちょっと難しいかな。ちょっと難しいかな。でも、まあ、さっきよりはいいけど、ぐっと細くはなりましたね。なったけど、ちょっとこいつちょっとダメかも。山形はちょっと
ちょっと難しい。完璧には難しい。難しくないんだ。まあ、やっぱり歯ブラシによってね、違う、微妙に違うっていうことですね。最後、ワイドタイプ。はい、このワイドタイプはね、白い毛が硬くて黄色の毛が柔らかいんだそうです。おー、さあ、こういうのも復活してくれるか。いけ。あ、これはいけ。おお、早いな。これはもう早いよ、ほら。いいねー、すごい。新品みたいだ、すごい。すごいね。え、でもこれまた磨いてもちゃんと戻ってんのかな。それはそうですよ。へえ。大体歯ブラシってナイロン製なんですよね、うん。でナイロンってのは熱によって元の形に戻る、うん、形状記憶ですかね。たださっき最後にやった山形タイプ、うん、あれだけ毛が密集してると元に戻りにくいんだね。本当だ。歯ブラシ一つ一つによっては整合の仕方はまあ微妙に違うのかなと思いますね。こうなったらな、窓のサシとかをこれで掃除するんだよな。あ、そうだね。あと、あの馬の毛、はい、ナイロンじゃないのになぜ復活したかっていうと、はい、馬の毛にも形状記憶の効果があるんだそうです。へえ。なので熱を加えれば元の状態に戻りやすいんだそうですよ。なるほど。さあ、どうでしたかこの復活。いや、結構劇的に効果があってびっくりしましたね、うん、一瞬でしたね、うん、ものをね、長く使うことができます ね、 ね、うん、続いては茶色に変色してしまったリンゴが本来の色に復活する裏技があるらしい、うん、これは無理でしょ、はい、こちら皮を剥いて時間が経つと酸化して茶色く変色しちゃうんですけども、これは本来の色に復活させる裏技があるらしい。どうすんだ。え、触っていいですか。もちろん。いや、これはもう無理ですよね。お湯かける。いや、お湯は多分何でも万能ではないと思います。はい。あ、でも結構触った感じなんか乾燥してる気がするから、でもお湯あるかもな。あ、分かった。え、どうした。冷水とか。あ、冷たい水で。うん、あ、どうなんですか。違う。あ、削る。削る。あ、削る。復活というか、もう。それ復活っていうのかな。なんだろう。酸化。酸化だ。酸化してるんです。そうです。その通りです。え、あるかな。なんか、なんだっけ、あれ、あれなんだっけ。アルミ、アルミ。冷たくて煙が出る氷なんでしたっけ。ドライアイス。あ、ドライアイス。嘘だろ。嘘だろ。超簡単なのなのみたいなしちゃったドライアイスです。ドライアイスをなんか入れるとか、うん、そしたら二酸化炭素じゃないですか。それで酸素が奪われてそのまま戻る。あ、でも今の後半の考え方は合ってるんですよ、はい、酸化してるってことはこのリンゴの中にあるポリフェノールが酸化してるんです。その酸素を抜き取ってくれるものがすごい身近なものであるんです。身近なもんだ。酸素、はい、酸素を抜き取るもの。そう、お酢、お酢、炭酸水。あ、炭酸水。おお、炭酸水だ。炭酸水かも。おお、ありそう。答えはここにあるよ。じゃあちょっとケチ開けてみてください。炭酸水。